おはい、はよう聞ごこえてざいまます。す。2024年6月の17日になりました。ハワイ、日本は6月の18日です。デイコヘランスの時間です。今日もよろしくお願いします。はい、今一瞬、ズームが切れてしまったのは、私たちのインターネットのコネクションが止まってしまったためですね。こういうね、不意打ちというか、思いがけないことってよく人生ありますよね。ええー、っていうことね。っていう。まあ、感情ですよね。困っ気持ちとってた、も。焦ったとかね、そういうそのれとがね。ますよね。感情というのは常にあるわあけりでますすよね。ね。そういう時に私たちが練習しているコヒーランスを練習していると、レジリエンスが発見されて、落ち着いて、大丈夫、何があっても、みんなはきっとコヒーランスしてくれてるし、送ってくれてるし、で、ゆっくりもう一回、あれ？これ繋がってるのかな？繋がってないのかな？わかんないですけれども、繋がってないかもしれない。繋がってないかもしれない。どうですか？聞こえます。聞こえます。今また固まっちゃってるみたいですね。帰ってこられるの待ちましょう。つながってますかね。あ、戻ってきた。つながりましさったきか。固まっはてい、ましかたけど、今大丈夫です。はい、大あり丈が夫、とうござい大ます。丈夫。はい、それではもう一度、最初から仕切り直します。おはようございます。2024年6月の17日、ハワイ、日本は6月の18日。今日は Wi-Fi が不安定でつながったり、つながらなくなったりしています。で、こういうことがあると、いやー、ショック、焦る、がっかりとかいろいろ、困ったっていうね、感情が、こう、上がったり下がったりするんですけれども、コヒーランスを練習している私たちがどんな感じかというと、多分私たちがいなくなってもみんなはコヒーランスを続けてくれてるっていう、なんか信頼があって、あまり、慌てないで、今、これ繋がってるんですかね、よくわかりませんが、今は私の携帯の方に、携帯の方のテザリングでつなごうとしています。聞こえてますか？聞こえてたら教えてください。あ、聞こえてるんですね。くみちゃん、ありがとう。はい、今、携帯の方のテザリングにつながろうとしていあ、ます。しまった。こちらなんですね。今、つなごうとしていて、まだ安定はしてません。まだぐる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 回っている状態でこれをやっています。で、こういう、こう思いがけないこと、焦ること、困ったっていうことはよく人生に起こります。毎日何かしらあると思うんですけれども、その時に、レジリエンスっていう言葉聞いたことありますかね。3つのレジリエンスのレベルがあるんですけど、まず1つ目が準備ができている。何があっても大丈夫。2つ目が適応と言って、何かが起こった時にそれに対して適切に対応できる能力。今私は iPhone につながってなんとか放送しようとしています。で、3つ目が、まあ、まだぐるぐる回ってるから分かりませんが、これがもし無事つながっていたら、元通りに、Thank you! 元通りに戻すことができる。元通りに戻った。回復。よく聞くよね。この3つのレジリエンスっていうのがあるんですね。で、究極多分このコキーランスは、レジリエンスを高めるトレーニングとも言えますか？そうですね。ハートマス研究所がですね、まあ、基本になっているのは、私たちの、このシステムって言いますかね。これは、まあ、エネルギー、で、感情のともう一つ、思考というのがありますね、考えですね。感情と思考というのは、対比されますからね。感情の方がものすごく早いです。まず感情が来ます。それは体の感覚として、もあるし、そういうのを含めて感情。
では正当化しようとするんですよ。脳っていうのは。その感情を。感情を正当化するってどういうことですか？それを、何とかこう、しようとするわけですね。なんとかしようとするんですね。私たちが習っている教官では感情が出てきたらニーズに名前をつける。まあ、感情に名前をつけてニーズに名前をつけるっていうのが、コネプラで教えてることですけど、今、現地さんが言ったのはちょっと違いますね。感情が出てきたらば、それは違なんいとかする。脳でなんとかしようと働くんですね。まあ、脳はコンピューターなんで、自動的にそういうのはそういう。ない過剰反応してしまいますよね。まあ、ともかく言っていたいことは、感情が私たちをコントコロンールトしローてルるしんてますよね。です。ですから、まあ、言い方変えると、いかに私たちの感情をコントロールするのが大事かということになってきで、今日一番伝えたかったことに戻っていいですか？ますね。このインターネットが落ちてる間、私が独り言で何を喋っていたかと言いますと、今年の夏至天、夏至の日ですね、6月の21日だとさっき教えてもらいました。その夏至天が来るのが日本時間の5時51分、ハワイは1日前になるんですけれども、ちょうど1日前の6月20日になるのかな。で、その時に、私たちが毎日これを練習している本番に向けての、ランディングページですね、リザーブストックの方の募集を開始します。第14回かな。広島グローバルピースコンフィーランスの、募集、お申し込みを開始します。夏至天の時にですね。で、なんでそこにやるかというと、その時に一番エネルギーが高い一天だからですね。そこに向かって皆さんも祈り合わせてほしいし、願ってることありますよね。私は本当にもっとこの地球が平和で、自分の可能で、みんなが健やかになって、穏やかで、平和で笑ってる、愛がいっぱい、思いやりで溢れてる、そんな世界を作りたくて、これを毎日やってるんですが、そのあなたの願いが何であれ、そこに向かって合わせていただいて、その夏至天の時にお申し込みをしてほしいと思ってます。で、それをやるときの、やると、どういう実際的な効果があるかというと、リザーブストックの中のランキングっていうのがあるんですけど、上位に上がってきて、みんながその日一斉に申し込んでくれると、上位になって、このことを全く知らない、世の中の人、ほとんど知らないですよね。日本中でまだ100人とか、それぐらいしか知らないコミュニティが、もう少し、より多くの方に届いて、もしかしたら、このコーヒーランに参加してくれる人が増える可能性が高まる。そのために、このやり方を選びました。なので、ここにいる皆様は、ぜひ、夏至の日にですね、お申し込みをしていただけたらと思います。後で、チャットの方に、そのお申し込みサイトの方を上げておきます。グループページの方にも上げておきます。よろしくお願いします。それでは今日も練習していきましょう。頭と心臓とお腹がまっすぐです。で、手のひらは胸のあたり。